皆さんこんにちは。今回の動画は来年史上過去一の注目の一戦、夏秋決勝南西聖堂、この試合の各チームの注目選手を紹介していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。まずはイナイツから見ていきます。イナイツはこの後見る聖堂とは違い、決勝の先発ピッチャーは決まっていない。しかし準決勝でイナイツは成宮抜きで赤松平野の継投で勝利。成宮の身に何も起きていなかった場合、決勝は成宮の先発が濃厚。そのため今回は成宮が先発ピッチャーの場合のオーダーを考えてみました。1番センターカルロス、2番ショート白川、3番ライト早乙女、4番ファースト山岡、5番ピッチャー成宮、6番キャッチャー樹、7番サード矢部、8番セカンド井崎、9番レフト杉。この中から注目しているのは成宮、早乙女、樹。成宮は今大会まっすぐ、スライダー、縦カット、フォーク、チェンジアップ。配球の方は基本まっすぐ主体で、スライダーとフォークは決め球には使わずカウント取りで使用。チェンジアップは以前深めに行くという弱点ありましたが、3年生になってからこの弱点を克服し、カウント取りや決め球といったどんな場面でも使用。新球種縦カットを3年夏に習得したことでゴロアウト増加。準々決勝の成功戦では8回を投げ無失点ピッチングの力投しています。今回の決勝戦ではまっすぐ、縦カット、この2種が少し気になっています。成宮は2年夏祭前時点でまっすぐ148を計測。これ以降成宮の球速については触れることなく、現在に至る3年夏決勝まで148から更新しているのか不明。他校の沢村フリや牧山久、こういったピッチャーは1年間で球速アップ。山久に関しては3年夏祭で150の大台に乗る。成宮も150を超えてもおかしくないと思うんで、決勝戦成宮は誰かから三振を奪う時に150キロが電光掲示板に表示されると思います。縦カットは成功戦で初披露した新球種。未完成の状態で成功打線はこのボールに苦戦し、バットの芯を外されゴロで凡退。決勝までには球速を上げたいと成宮へ聞いたので、どこまで仕上げてくるのか楽しみ。チェンジアップのように魔球となっていれば成功打線は苦戦するはず。早乙女は今大会から登場した新キャラ。この早乙女は一体どんなバッターなのか、まだどんなバッターなのか作中では判明していませんが、準々決勝の成功戦では3番ライトでスタメン、キャリバッターとしてセンター前ヒットを打ち、チームの勝利に貢献。新キャラがいないすで3番ライトでスタメンということは相当すごいバッター。正直準決勝で早乙女について来られると思いましたが、客の関係上いない際姿の準決勝は数ページ完結しているため一切紹介なし。そのためこの決勝戦で早乙女とは一体どんなバッターなのか来られると思います。ちなみに今大会イナイツのメンバーの中では早乙女のみ学年が不明。成宮と同級生、樹と同級生、それとも1年生。個人的には樹と同級生だった場合激アツ。樹を中心としたイナイツの新チームが始動した時、大事な存在になってくると思います。樹は1年秋からイナイツで正捕手。正捕手に就任当初は1個目の成宮をうまくリードできなかった。しかし樹が2年生となった春大から徐々に良くなり、都大会や関東大会で優勝に貢献。今大会決勝前に聖堂データ班渡辺も、イナイツの春大からの強さはキャッチャーである樹のおかげと公言。また樹はバッティングも良く、基本5番か6番バッターを務め、タイミリー打ってるシーンがよく作中で見かける。樹は1年夏生からベンチ入りしていましたが、フリアや沢村とは対戦していない。わざわざ決勝前に聖堂データ班渡辺が注目した選手であるため、何かしらの形で決勝戦ではフィーチャーされるかもしれません。個人的には今大会の準々決勝、先々対三高、この試合で逆転スリーランを打った三高佐々木のように、樹もこの決勝で先発のフリアからホームランを打てば気安かなと思います。ということでイナイツはこちらの3名に注目しています。続いて聖堂を見ていきます。聖堂はイナイツとは違い、決勝の先発ピッチャーはフリアと確定している。そのためフリアが先発ピッチャーの場合のオーダーを考えました。1番ショート倉持、2番セカンド春市、3番ライトシラス、4番キャッチャー三木、5番ファースト前園、6番ピッチャーフリア、7番センター東条、8番レフト結城、9番サード金丸。ちなみに7番結城は準決勝で3と5くらい、今回の決勝は準決勝以上の投手戦が予想され、守備が重要になってくるのでスタメンから外される可能性あり。結城がスタメンではなかった場合はレフトに麻生、8番サード金丸、9番レフト麻生。この中で注目しているのはフリア、三木、春市。現在のフリアは選抜後の不調や怪我の影響で背番号11を背負っていますが、まっすぐ155キロ、威力の方は聖堂 OB 凌介曰くフリアが無双していた選抜並み。変化球は縦スラとスプリット。1年夏祭では主にスプリットを決め球でしか使用していませんでしたが、現在スプリットの精度もアップ、また縦スラも加わりカウント取りも使用、ピッチングのバリエーションが増加しています。基本的にまっすぐや縦スラでカウントを稼ぎ、決め球でアウトロへスプリット、
こういった配球でバッターを翻弄。ちなみにフリアが決勝前に先発した準々決勝の創成戦、この試合フリアは8回113球を投げ、被安打6、フォアボールデッドボール2、奪三振8、失点1、平均球速145。個人的にこの決勝戦、フリアのまっすぐに注目しています。現在フリアのまっすぐの最速は155キロ。フリアのライバルである沢村は準決勝前に新球種を習得。この新球種を武器に準決勝では無双。またまっすぐの最速も更新し、沢村は昨週史上過去一のピッチングを披露。少なからずこの試合をブルペンから見ていたフリアは刺激をもらっている。今のところフリアは決勝前新球種を開拓しているシーンはなし。そうなると持ち前のまっすぐを磨き、決勝でさらに球速アップ。上がったとしても116から117キロ、みんなそのチームで116から117を投げることができれば3年の際で160キロは射程圏内。来年生はまだ160キロを投げるピッチャーは登場していないため、このフリアが160キロ第1号のピッチャーになるかも。ちなみにフリアはこの決勝戦、ピッチャー以外にもバッティングに注目。昨年の際で成宮対戦した時、フリアは4-2、長打や単打といった唯一の複数安打を打ったバッター。もし決勝で先発するフリアが炎上してしまい途中降板、しかしバッティングの調子が良かった場合は昨年のようにベンチには下がらず、そのままレフトとして出場もあり、一体門脇監督はどんな起用するのか楽しみ。三宅は今大会も4番バッターとしてチームの勝利に貢献。準決勝では4打席目が始まるまでハマスの新球種などに苦戦していましたが、失投を逃すことなく勝負強さを見せ決勝だ。今回の決勝戦では成宮と1年ぶりに対戦。三宅は東京戦馬戦後、成宮のチェンジアップには資格はないと言っていましたが、俺が打つと発言。この決勝戦では三宅が成宮のチェンジアップをどう攻略するかが見どころになってくると思います。一体どんな結果を残すのか楽しみ。なお三宅が成宮のチェンジアップを攻略するとしたら、成宮は左バッターを仕留めるとき決め球でインローへチェンジアップを投げる傾向あり、そのため左バッターである三宅は追い込まれてからのインローのチェンジアップを攻略するのでは。ちなみに昨年の際で成宮と対戦した三宅は3択を食らっていましたが、4打席目なんとかツーベースヒット。春一は今大会2番バッターとしてチームの勝利に貢献。昨年2番を打っていた涼介とは違い、春一は右のアベレージヒッターのため、涼介と同じスキルは求めていなく、基本バントのサインを出さないでチャンスメイクだけではなく点が取れる2番バッターになると片尾監督から言われていた。この決勝戦、春一に注目した理由としては木製バット。昨年の夏で春一は成宮と対戦した時、代打として木製バットをへし折りながらレフト前ヒット 1-1 という成績を残した。代打ということで昨年は1回しか打席に立つことはできませんでしたが、今大会春一はセカンドのレギュラーを張っているため、決勝で成宮が先発を務めた場合、両者途中交代がない限り3から4回打席は回ってくる。春一は良いイメージで成宮との対戦に臨めると思うので、1打席目からどんなバッティングを見せてくれるのか楽しみ。もし今回も木製バットを召し折れた場合は、成功戦のように金属バットを使うのか、それとも替えの木製バットを持ち込んでいるのか、一体どんなバットを使うのかも見どころになってくると思います。ということで聖堂はこちらの3名に注目しています。以上、今回は夏祭決勝、稲祭聖堂、各チームの注目選手を紹介していきました。ちなみに沢様、稲祭聖堂、各チーム注目選手は誰ですか？思いついた方ぜひコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと、Twitter とインスタもやってますので、フォローの方お待ちしております。